じゃあ到着いたしましたね。はい、自動ドア開きましたので乗車いたします。はい、こちらのバスでございます。到着しました。自動ドアの前へお進みください。はい、乗車いたします。役間通りまで乗車いたします。はい、乗車いたしますね。乗車いたしました。疲れちゃいましたね今日はね。ではね、あのバスに乗車いたしました。22系統港区役所前駅でございます。八隈通りまでね、あの乗車いたします。屋台があります。バスが発車となります。発車でございます。発車いたします。ご注意ください。市営バスでございます。神戸市垂水区じゃございません。名古屋市中区でございます。栄22系統でございます。港区役所駅でございます。音尾橋でございます。尾っぽの頭と書きますね。亀の頭とは書きませんね。安全運転に努めます。また行っちゃいましたね。カメラ、ね、カメラ頭バスと。中にはね、ある可能性もありますけどね。こんな感じですね。とりあえずね、今晩はね、ホテルいろはに泊まりますね。いよいよね、楽しかった旅のね、終盤。本来の、ね、泊まる方も本日からという方もいろんな方がいらっしゃいますけどね。栄町でございます。引山駅でございます。広小路通りを経由いたします。ライトが綺麗ですね。伊勢屋大通り公園でございます。伊勢屋大学通りはございます。音尾橋駅経由でございます。北尾橋ではございません。尾の頭と書きますね。音尾橋でございます。
次は広小路栄、広小路栄、お降りの方はお知らせください。ホテルへ向かいます。八雲通りまで乗車いたします。ホテルいろはでございます。疲れちゃいましたね。発車します。ご注意ください。